皆さんこんばんは。この度の動画はメバリングにとても便利そうだと思って購入しました。こちらの月下美人ジグヘッドケース W というケースをご紹介したいと思います。メバリングに使うルアーは一般的にはこのようにジグヘッドにワームをセットしたものとか、そしてあとはこういった小型のプラグが中心かと思います。それで私は今までこのようなワームをセットするこのようなスリットの入ったケースと、こちらプラグを収納するボックス、この2つをバッグに入れて収納していました。それに対してこちらのケースはこの片面がですねスリット入りのフックマットになってるんですね。で、こちらのその反面がですねこのように、プラグを入れれるようなケースになっています。仕切り板が、ね、ありますので各プラグの大きさに合わせられますし、マグネットシートも付いてますので、これでなんかフックとかバラバラならないようにすることができますね。実際にワームとジグヘッドをセットしてみました。で、プラグなんかはこんな感じですね。メバリングをする際なんかは何かと乱眼しますよね。キャストしてメバルが釣れなかったらどんどん移動していく、そんなスタイルだと思いますので、これはですねかなり便利じゃないかなと思いました。それではこの度の動画は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。